はい、私の考える幸せですね。まず充実、喜びがあって、まあ、それで報酬、欲求、そういうのを満たすと、そのには物、食べ物、それで褒められるとかお金とかありますね。そして成長、それ思想、知識、芸を磨く、それで技能の訓練、そして愛、コミュニケーション、そしてあの意外な、あと意外な納得って報酬にありますね。それはあのあれっていうのとへーってあのと面白くなります。そして文化的生活、学び、娯楽、健康、ユーモア、創作、芸術、そして成功、これはあの目標、夢、テーマがあって、それを挑戦して困難を克服します。それには努力と工夫とか真剣さがありますとね。そういうわけでこれが私の考える幸せですね。成長、愛、報酬、文化的生活、成功、以上です。